ありがとうございます。はい、同い年の永井雄二郎くんと、徳島県のポイントさんの、副店長ですか。副店長の永野さんです。よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。ヤコガイドやってます、ナスピです。よろしくお願いします。というわけで、本日も始まっちゃいました。ナスビ TV。というわけで、まあ、このナスビ TV は僕が発信しているチャンネルなんですけど、皆さんの、まあ、琵琶湖、釣り、おかっぱりにも、まあ、何かしらのお役に立てれるかなっていうのをちょっと頑張っていきますので、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録者数が今、720何人なのかな。すごいありがたいことに、日々、増えてきておるのが、すごい僕の活力となっておりますので、皆さん、チャンネル登録してくれた方、ありがとうございます。まだの方、見たいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。というわけで、本日は何月だ ?8月の30日かな。多分30日の、ナスビガイドではありません。今は一人で出てます。まあ、ちょっと、季節の変わり目みたいなのを感じたんで、まあ、ちょっと練習しようかなっていうので、明日からまたガイドなので、練習中です。危ねえ、スマホ落ちそうやった。はい、今いるのは瀬田川です。プリンスホテル大宮大橋が見えます。はい、そんな瀬田川からお送りするナスビ TV、 誰もいないです。はい、で、まあ、季節の変わり目をちょっと感じたんですけど、まあ、琵琶湖に出てみて、まあ、日に日に水温がどんどん下がってきてて、今水温が、まあ、真夏一番暑くて、まあ、32度ぐらいあった水温が今は25度から26度になってます。はい、で、まあ、1週間前ぐらいに確か台風が来てたと思うんですけど、その台風後から、前回放流、門が前回に開けて前回放流っていうので、まあ、すごい琵琶湖が流れてる状態だったんですけど、今日の12時から200トンに切り替わりました。まあ、200トンに切り替わったって言っても結構まだ水は流れてるんで、今瀬田川にいるんですけど、瀬田川なんかすごい水がダイレクトで当たって、もうウィードがすごい倒れてるんで、まあ、結構流れてるんだなっていうのがわかります。で、まあ、今まで釣り、最近釣りしてて、まあ、深いところ、流れの当たる深いところの壁の流れがぶち当たる場所、そこに、今の琵琶湖の南湖の、まあ、メインベイトになってるんじゃないかなっていう、まあ、ワカサギがたくさん今いてて、それを食ってるバスが今多分琵琶湖南湖で一番コンディションのいいバスなんじゃないかなと思います。まあ、アユだったり、ハスとかギルとか食ってるバスももちろんいるとは思うんですけど、まあ、釣りしやすくて一番わかりやすいのが、まあ、そのワカサギのバスなんじゃないかなと思います。60クラスとかもちょいちょい見えて、まあ、40アップでも腹パンパンで、まあ、すごいコンディションはいいので、まあ、ワカサギ食いのバスを狙ってます。で、まあ、ワカサギが入ってきたりとか水温が下がってきたりとか、まあ、すごい秋っぽいなっていうの で結構、最近その水面系、ワカサギが上で群れでいてて、まあ、それを群れになってるワカサギの群れは結構食われないんですけど、それではぐれた1匹2匹を水面に、バスが寄せて追い寄せて食うっていう、まあ、ボイルのような、まあ、ライズのようなことが水面で今琵琶湖南湖では起こってるんですけど、なんで、ワカサギに近い、まあ、IG 系だったりちっちゃいミノーとかちっちゃいプラグが釣れている感じです。はい、で、まあ、流れがダイレクトで当たらない場所以外でも、まあ、結構ウィードの生えている流れがちょっとよれてる場所とかは結構小バスとかもたくさん反応してきてるんで、まあ、琵琶湖の状態的にもすごい今、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね。はい、何喋ろうとしたか忘れましたわ。ちょっとで最近のちょっと使ってるタックルなんですけど、まあ
まあ、スピンニングかよって思うかもしれないんですけど、結構なストロングパターンなので、ちっちゃいベイトでちっちゃい、ルアーを使ってでっかいバスをするっていう、まあ、結構僕の中でストロングパターンなんで、スピンニングタックルを今2本用意してます。で、今まで使ってたのがこの、まあ、ジジル IG プラグですね。これはでやってて、で、まあ、これもいいんじゃないかなと思って今使ってるんですけど、最近すごい雨が降ってきて、レインウェアが超必須な感じです。はい、まあ、そんな感じで、まあ、明日からもビアホガイド頑張ってきますので、皆さんも頑張って仕事しましょう。はい、何の話やって感じですけど、はい、そんな感じで、ナスビ TV でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでビアホ何個卸しも練習中なんですけど。いきなり釣れた。めっちゃちっちゃい、かわいい。最高。